輸入車の話をしたい。いきなり、はい、いきなり来た。あの丁寧に言うと、はい、輸入車の話をしよう。あ、どっかで聞いたことあるフレーズですか。はい、すいません失礼しました、はい、というわけでいつもは商品車の紹介を小島店長とやってるんですけれども、はいはい、まあ、たまには違ったことをやった方がいいかなと。いつも商品車撮らせていただいて思うんですけど、はいはい、結構あのカメラ回ってないところで、うん、あ面白い話してたりだとか、うん、また試乗の時に結構こう話が逸れて、うん、面白い話出てくることあるじゃないですか、はい、だからこれを動画にしようと思って、ええ、できる。いやだから今いやいや、はい、ネタとしてネタとしてできるのか、それはちょっとわからないですそうですね、はい、なんで本来だったら多分ライブ配信の方が面白いと思うんです。まあね、ただライブ配信編集できないじゃないですか。そうですね、はいはい、またうち の, そのネット環境の夕方以降不安定になるとかいろいろありましたんで、はい、まあ、分からないので、はい、まあ、動画でちゃんとお届けした方がいいかなと、はい、というわけで、まあ、雑談会という感じで相場の話だったりだとか、はいはいはい、まあ、あとはまあ買い取りとかオークションとか、うんうん、まあ、そういうところで起きた珍事件、うん、大事件。これやっぱりモザイクしてもらわないと俺はなんか密告してるみたいな感じじゃない。大丈夫です。編集だから大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、まあ、あとは、はい、あのアリーナ店もいっぱい雑魚車あるじゃないですか、はい、ただ毎回こう全部ご紹介させていただけるわけではないので、うんうん、やっぱりちょっとこうかぶっちゃうからいい車入ったけど、うん、ちょこれ撮りたいけどちょっとネタ的にかぶっちゃうしとかあるじゃないですか、うんうんうん、あとちょっとこれ紹介するまではないんだけどすごいいい車なんだよなとかってあるじゃないですか、はいはい、なんで在庫車の紹介だったりとかっていうのを軽く織り交ぜて、はい、まあ、雑談会でお届けできたらなと思います、うん、はい、はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれ不安ですねいやスタートから不安です。大丈夫大丈夫、はいはい、でまずはオークションとか相場の話、うんうん、結構あの皆さん興味ある方いらっしゃると思うん で, う で,、ね、はいはい、で特に僕直接あの直接販売の方、うん、まあ、動画っていう形では関わってますけど、うん、直接こう買いに行ったりとか、はいはい、あのお客様が買い取ったりとかっていうのはしてないんで、うん、まあ、なんとなくですけど最近割とこう賑わってるかなっていう空気を感じます、うんうん、まあ、特定の車種だったりだとか、うんうん、特定の年代だったりだとか、うん、なんでその辺を小島店長に聞いていきたいんですけど、はい、オークションは最近どうですか。そうですね、まあまあまず一応最初に申し上げてやると、やっぱり一応個人一意見として、はい、あの皆さんこれ聞いていただければというところはあるんですけど、ね、はい、まあ、あの去年かな、ちょっと相場の動画を出させてもらってちょっとこう皆さんに結構いい環境をいただいてたと思うので、あの時期から考えると相場としてはあれ暴落したって話だったんですよね。そうですね、だいぶ落ち着きましたみたいな、うん 落ちてきたって話だったんですけど、今はなんだろうな、感覚的に言うとまた戻ってきてる車種メーカーもあったり通常に戻ってる車種もあったりするので、ちょっと非常に難しくはなってきてたりはします。であとは球数としても台数は非常に多いんですけども、以前に比べてオークションだけで言うといい球っていうのは少なくなりました。あ、そうなんですか、はい、例えば昔だったら、はい、私たちで言うとドレスアップ車両とか出てて、はい、これ絶対買ってやろうっていう車が何台かはあったんですけど、うん、今はもう1ヶ月に1回あるかないかぐらい。え、それってなんでなんですか。なんでなんでしょうね。今ってドレスアップのしてる車が少なくなってしまったのもありますし、まあ、言葉悪いかもしれないですけど、その昔でいうそのイケイケな改造ってやっぱり今なかなか厳しくなってるっていうので需要もなかなか少なくなってるのもありますし、あとは、まあ、動画でも何度も紹介してるかもしれないですけど、純正がかっこよくなっちゃってるっていうのもあったりするので、うちの逆に聞きたいパーツの方に聞くと、今ホイールなんかエアロって動いてないですよね。あんまり聞かないですね。ですよね。マンソリーとか超高価格帯のエアロは、まあ、相変わらずこうお読みいただく機会、ご紹介させていただく機会多いんですけど、うん、はい、あの手軽につけられるエアロみたいのは結構減ったんじゃないかなっていう。だから僕たちの車屋さん感覚でいうと、まあ、すごい、まあ、僕始めたもうすごい何十年前だと、もうこのリップつけてホイールこれつけたらもうかっこよくなるから売れますみたいなパターンってあったと思うんですけど、そういうのがもうなくなっちゃってるので、まあ、フルバンパーとかもほぼ絶滅してますからね。今そうセンサーの関係だったりとか、うん、衝突安全のなんか、うんうん、そういうのの関係でフルバンパー交換っていうのもほぼないですもんね。なくなってきてるんで、だからその車を楽しむいじるって方にとってみたら、もしかしたらちょっとつまらなくなっちゃってるかもしれないっていう感じの流れで、はい、いじり物が少なくなる、あんまり出てこない、うん、っていうのはありますね。そして続いて、はい、あのオークションといえば、はい、為替の影響が最近すごくあるかなって、はい、僕、はい、あの直接見たり買ったりしてなくても感じるぐらい、はい、いろいろ話を聞くんですけど、
為替の影響はね、ありますよね、やっぱりありますね。右ハンドルと左ハンドルっていうのが、まあ、見てる方はご存知だと思いますけど、左ハンドルが今結構高かったりするんですよ。そういった為替の影響だと思うんですよ、輸出の影響で。なんか車種によっても100万円ぐらい、そう違う違う違う、100万円、100万円違うんですよ。ハンドルの位置で100万円違ってやばいですよね。だから去年が変な話ですけど、ゲレンデがこの時期右ハンドルが高かったのに、今は左ハンドルが全然高い。そうなんですか。はい、なんかポルシェなんかも左がすごい今、そうですですよね、はいはい、なので、まあ、これも変な話、まあ、これのもう言わないですよ、はい、使えなくなったらもう全部バツっていうことで言ってもらえればいいんですけど、うちの商品車で長期在庫があったんですよ、はい、で、はい、これなかなかお声かかんねえなっていうのがあって、たまたま左ハンドルだったんですよ、はい、オークション出してみるかっつって、はい、出してみたら、はい、店頭とほぼ同じ金額で売れました。でオークションで店頭とほぼ同じ金額で売れることって、まあ、まあそうそうないんですよ、はい、しかも長期在庫なんで、はい、だから結構そういうのはオークション出しとけばよかったですね。だから今冗談でもう全部オークション出して、っていうぐらい、あ、なるほど、車種によってはあります、はい、でも輸出だとやっぱ年式とかも関係してきたりするんだと思うんで、うん、まあ、それはあったりしますし、だからまあ昔ねアルファードとかそうだったんですか、4年落ちより古い方が高くて、はい、新しい方が安かったりするじゃないですか、やっぱりそういう年式があったりするので、はい、そこは何とも言えないですけど、あの為替の問題っていうのはすごい出てると思いますし、まあ、懸念は日本からいい車がみんななくなっちゃうんじゃないかな。あ、なんか今ネオクラの車とか、はい、あとその珍しい車なんかはものすごい勢いで海外勢が買い付けてんじゃないかっていう話を聞きますよね。オークションでもだからもう日本の業者が戦えない金額でもう押されちゃって落札されちゃうっていう、それやっぱり事実なんですか。事実だと思いますね。でもたまに、でもそこはね本当わかんないです正直。あの海外価格じゃないなんて言って見てたら、あの1週間後為替座見たら持ってたりするんで、あ、そうなんだっていうのもあるんで、ちょっと難しいところもあるんですけど、だからそこは何とも言えないですね。じゃあ最後になりますけれども、はい、この今の今日時点のアリーナ店の在庫をバババババッと、あれ、こういう動画の流れも見たことありますね。ありますね、はい、はい、気のせいです、はい、気のせいですというわけで、はい、今日時点の在庫をバババババッと皆さん見ていただいて、はい、まあ、気になるものがあれば、はい、コメントだとお伝えしていただくといいかなと、はい、というわけでこんな感じのラインナップです、はい、600LT はどうですか、問い合わせは。まあ、ここはねちょっとやっぱり少ないですからね。めちゃくちゃ動く車でもないですから ね、 そうですね。これがすごく頻繁に売買されてたら、はい、むしろびっくりですよね、はい、びっくりなんで、はい、まあ、欲しい方がいればと、そうですね、いう感じですね。そしてこちら、はい、なんかとんでもないの入ってますけど、はい、これはじゃあ次回これ動画撮りますか。動画撮りましょう、はい、だってもさっき乗り込もうと思ったんですけど、これ無理ですよ僕の足では。そうそう、だからこれ、はい、まあね、さっきも話したけどゲレンデ乗り慣れてるじゃないですか、はい、で何にも考えないでこの前さ普通に降りたんですよ。もう捻挫するかと思いました落ちた感じですね、はい、こんな車入ってますんでお届けしたいと思います、はい、そしてあとはこちら動画でご紹介した135、はい、こちらもう早速ご制約いただいたということで、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。そして奥にも厳選車両が、うん、小島さんおすすめはミニ、熱い今ミニちょっと熱いかね、特に LCI2 のジョン・クーパーおすすめ車両ですよね、はい、まあ、値段がねこれからちょっとどう動くか楽しみですね、はいはい、そしてあとは結構あのラインナップ幅広いですよね、アリーナ店って。まあでもこれでもちょっと2台、ね、前の2台はもう売却してさせてもらってる車なんで。あ、そうなんですか、はい、こちらはご制約済みということで、はい、GLE ね、ここも紹介させてもらったやつ。あ、こちらもご制約になったんですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。だ GLE も多分今結構値段がちょっと落ち着いてきてるから、ちょっとドレスアップしても面白いかなと思います。あー、なるほど、はい、これが僕あのなんでご指名いただかないのかなって不思議でしょうがないです。いや、ね、これを乗れるハイセンスの方、はい、ぜひあのこれはお値段頑張ります頑張りますぜひあのプライスは今日時点のプライスなんで、はいはい、まあ、今後変更される可能性もありますんで、あくまで参考程度ということなんですけど、これ乗れる人ってすごいハイセンスですよね。これめちゃくちゃ可愛くないですか。だってボディカラーもそうだし、ホイールだって緑色っすよ。可愛いですけどお値段がやっぱ可愛くない。でも普通のでもなんてディフェンダーの同じグレードとしたら安いですよ。だからあ、そうなんですか。安いです安いです、
ワンテン。ワンテン、ね、めちゃくちゃ洒落てるじゃないですか。はい、でうちであれば、まあ、僕個人的にはこのまま乗っていただきたいですけど、はい、イベントは結構いろんなパーツ出てるじゃないですか。出てますね。タイホイールも出てますし、はい、まあ、あとはうちの場合これペイントをして色変えるなんていうのもできるんで、はい、ぜひご相談いただくといいんじゃないかなと、はいはい、そして奥にも RS7 にジャガー、これねジャガー今絶版になっちゃいましたね、うん、だこれね希少価値はあるんですけど、はい、声がなかなかこれいいっすよね。かからないんですよ最終型このとんがったライトのやつ。これをねだからドレスアップしようかどうしようか考えたんですけど、はい、結局そのあんまりねお問い合わせいただかないので。なるほど。え、距離めちゃ薄いじゃないですか。薄いんですよ。3500キロ、はい、最終型っすもんね、うん、これ内装も真っ白で結構さらっと乗ってたらかっこいいなと思うんですけど、ね、これかっこいいですよね、うん、あとこれ E クーペですか。 E クーペですね、はい、これも一応もうご契約いただいてるんで。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます、はい、というわけで今回は雑談会でお届けしました、うん、まあ、最初なんで、まあ、ちょっと具体的な話があんまり少なかったかもしれないんですけど、はいはい、あのコメントで次回この車種についてどうなのとか、はいはい、ぜひいただければ。そうですね、このスタイルだったら比較的ちょっとクイックに撮れますよね。そうですよね、うん、編集もそんなに、はい、なのでちょっとなるべく早めに答えをご回答できたりするので、もしいつもの動画ライブ配信の中間ぐらいでやっていきたいなっていう。そうですね、はい、わ、はい、かりました。個人的には月1回厳しいですか。いや、私は大丈夫です大丈夫です、はい、まあ、定期的に、はいはい、いろんなものを配信していきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。